皆さんこんばんは、ということでね、日刊スポーツ、池江璃花子2ヶ月半ぶりツイート、食べたいものはね、これ昨日の日刊スポーツのニュースですね。2019年6月2日22時6分の配信でしたけどもね、この写真どうでしょうね。写真2018年11月11日撮影ということでね、2018っていうのはね、2プラス1プラス8ですね。これで11になりますよね。そして11月11日ですから、11、11、11ということでね、合計すると33になりますよね。この人ね、よくも33というね、数字がね、よく出てきますね。なのでね、この、池江璃花子のね、白血病ね、これ仮病じゃないかとね、思っていいですね。まあ感動ポルノですよね、こういうのはね。まあオリンピックですから、このオリンピック大体候補だったわけですよね、この人はね。ということでね、フリーメイソンリーの祭りですから、オリンピックっていうのはね、これね、手段を選びませんね、フリーメイソンリーはね。とにかくね、嘘が多いですね。この2ヶ月半ぶりのツイート、どういうツイートしたんですかね。白血病と戦っている競泳の池江璃花子ね、18歳ですから、今ね、666はなんですよね。が2日自身のツイッターで約2ヶ月半ぶりにつぶやいたと。ポップコーンが美味しかった、美味しいチャーハン食べたい、チーズドッグもマックのポテトも食べたい、美味しいお寿司、アボカド、辛味チキ、食べたいものと行きたいとこが多すぎると絵文字を交えて記したとね。ステマですかね、ステルスマーケティングですかね、このマックのポテトとかね、おそらく協賛ですよね、このマクドナルドとかね、そういうところに配慮してるんでしょうかね。このツイート2ヶ月半ぶりね、どこも書いてませんけどもね。病気を公表したのはね、2019年の2月12日でしたね。それから、昨日の2ヶ月半ぶりのツイート、これはね、2019年6月2日でしたね。これね、どんぐらい間隔があったかっていうとね、111日間ですね。この前もね、ホームページ開設してましたけども、5月8日ですね。この日はね、オリンピック前ね、2020年の7月24日がオリンピックですからね、開催日ね、その前のね、444日目にね、ホームページを開設しました。オリンピックですけどもね、このまあ一応こういう風にされてます。クーベルタン男爵という人がね、この人フリーメイソリーのメンバーなんですけども、近代オリンピックの創設者として知られると。歴史書のオリンピアンの裁定に感銘を受け、ルネサンスオリンピックの演説の中で近代オリンピックを提唱したというふうになってますけどもね、まあみんなで作ろうというふうになってるわけですよね。この人だけじゃないでしょうね。まあ、五輪のマークも考案したと。まあこの人だけじゃないでしょう、ね。クーベルタン男爵をはじめとして国際オリンピック委員会の設立時のメンバーであったアンプティル男爵及び初代イギリスオリンピック委員会会長のデスボロー男爵はフリーメイソンリーの会員であると。ね。そんな感じですよ。ね。フリーメイソンリーの祭りなんですね。なんでね、
まあ、これはヒトラーですけども初の聖火リレーね。この大会においてプロパガンダ効果を高めることを目的に古代オリンピックの発祥地であるギリシャのオリンピアで聖火を採火し、松明で開会式のオリンピアスタディオンまで運ぶ聖火リレーが初めて実施されたと。これは彼らゲルマン民族こそがヨーロッパ文明の源流であるギリシャの後継者であるというヒトラーの思想にかなったものでもあったとね。まあ、この頃からやってるわけですねヒトラーね、うん、ベルリン大会ですかね、1936年だったかな。まあそれぐらいにやってるわけですけどね、マインドコントロールを始めていったわけですね。こうやってね今でも一緒ですね、テレビ中継なんかも確かねヒトラーから始まってるんです ね今でも一緒です。みんなね、夢中になってますよね、うん、ね、まあ、安倍ちゃんなんかも頑張ってるわけですね、オリンピックオリンピックと叫んでるわけですね。この人池江ね、この名前もそうですね、 EE が2つ使われてますね。池江っていうのはねこれ、反対向きにすると33になりますよね。でエネオスの CM なんかにも出てますけどもね、このエネオスっていうのもね、EE が2つ入ってます。そしてねそれ抜けると NOS ですね。 NOS はね逆から読むとねあのメイソンのねソンが入ってますね。これもホークスコードですね、この手のハンドサインっぽいです。こういうのもね持ち方もねトロフィーの持ち方もねオフィシャルサイト公開のお知らせとマスコミ皆様のお願いと、紫色がよく使われてますけどもね、これはこのね赤と青合わせると紫色になりますね。そしてこの今のこれですか、これ99がマーキングされてますね。プール飛び込み台っていうんですか、これはなんかね99ですね。反対すると66ね、33の 3×3 それと 33×2 ですよね。白と黒が使われてますね、フリーメイソンリーロッジのねチェックボードシンボルですよね。床のねチェックのシンボルです。これねデュアリティです。大体ねこの水泳でねスイム、ね、これも W と M が入ってますね。33ですよね。これね向きを変えるとねね池江 EE33 応援ボタンになるものがあるみたいですけども、このホームページはね、私が見た時で5月で、5月のまだ初めの頃ですね、これ10万6000あったんですけど今どんぐらいまで増えてるでしょうね。まあ騙された数ですよねこれね。白血病とね、思ってる人たちがこんだけ多いってことになるんですけども、10万6000ね、うん、まあこういうのはねどうにでも操作できますからね。数っていうのはね本当かどうかは分かりませんよね。そしてこれ配信が5月8日の、5月7日か、公式サイトの時のね記事ですけども、これもねたくさん33がマーキングされてましたね。スポーツ報知とかね、それから、次回のオリンピックこれね33回目になるんですよね。パリで2024年に行われるということなんですけどもね、まあこういうのもねまあ大きなテロとかそういうやらせがね起きるでしょうね。5年後ですね。で今回がね2020年の東京オリンピックですけどもね、競技数も見てください。これ33競技ですよね、339種目
7月24日ですね、開催日は。で、このホームページ開設日5月8日ね、それからオリンピック開催日までの、ね、どれぐらいあるかって間隔ですね、これ、444日間あったわけですね。ね、こういうふうに計算されてますね。そういうふうにホームページを開設したわけです。まあこういうふうにね、2月12日に、ツイッターで白血病と診断されたことを公表とね。まあ何なんでしょうね、体調、2月10日に帰国予定だったが体調不良のために切り上げて帰国することを7日に発表すると。1月18日からね、オーストラリアで合宿をやってたわけですけども、なんか別の病気なんですかね、わかりません。まあおそらくね、こんだけ取り上げてますからね、復活するんでしょう。パリがね35年後ですから、今18歳、ということは23歳ですよね。まあその頃にね出るんじゃないでしょうか。今回はねもう薬漬けでしょうから、まあシナリオ上ですね、薬漬けということになりますから、次のオリンピックはねドーピングで引っかかりますから無理ですよね、治療やってるわけですからね。なので、次回でしょうね、23歳の頃にね、感動の金メダルをね、多分取るんでしょう、復活してね。復活してというかね、最初から病気ではないんでしょうけどね、この人はね、まあそういうことでね、操り人形としてね、扱われるわけですね、この人のね、待遇というか言いなりですよね。しかしこれをねやっておけば後で金メダルがもらえるわけですね。まあということでね、今回の池江璃花子2ヶ月半ぶりのツイートっていうのをね、終わりたいと思います。それではまた、ご視聴ありがとうございました。